自由党はかつて存在した日本の政党。後にこの党から鳩山一郎ら反吉田派が分離してできた自由党と区別するために吉田自由党と呼ぶこともある。1950年前年の総選挙で第一党となった民主自由党は分裂した民主党の合同支持派と合流して吉田自由党を結成した。 総理総裁である吉田茂と吉田自由党の下で、日本の復興とサンフランシスコ講和条約、日米安全保障条約の締結が進められた。公職追放が解除されて、鳩山一郎らが復帰すると、日本社会党、日本共産党などの左翼勢力の台頭に対抗するため次第に逆コースと呼ばれる保守的な路線に政策転換した。その後、 バカ野郎解散のきっかけに見られるような吉田のワンマンとも言われた政治手法への不満、吉田の総裁続投かあるいは鳩山の総裁復帰かという人事問題、戦前からの政治家と戦後に登場した政治家との対立から鳩山自由党の対等など、次第に亀裂が入るようになり、最終的に鳩山は離党して、三木武義、河野一郎、岸信介らと共に、 日本民主党を結成した。1954年、吉田大臣後に、小形武虎が総裁となったものの、主犯指名選挙で、日本民主党を率いる鳩山に敗れた。1955年、日本民主党と合同して、自由民主党を決闘した。戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書、 isbn 四から零零から四十三万九百四からにありがとうございます。